映画、森山中教習所、大ヒット御礼トークショーが28日、東京都内で行われ、出演者の野村周平と豊島圭介監督、原作者の新蔵圭吾氏が出席した。新蔵氏の同名コミックを実写映画化したこの作品は、マイペースで適当な大学生、清高とポーカーフェイスでクールなヤクザの組員、トドロキという高校の同級生である二人が再会し、非公認の同じ自動車教習所に通うことになった夏休みを描く。清高を演じるにあたって、僕はお芝居するときに楽しかったら何でもできます。楽に楽しくなければ何もできなくなる。現場に行ってみないとわからない派なので、と芝居のスタンスを明かし、現場での許可だやみなとたくさん仕上げったりして清田。顔作り上げていきました。一人の力でもあり、みなで作り上げた感じもあります。今回はすごく楽しくやれたのでよかった、と振り返った。自身と似ているとことを問われると、似ているようで似ていなかったりしますが、こういうわけのわからない奴を演じるのは得意、と自信を覗かせ、周りから、何を考えているかわからない、と言われるのですごくショック。本当はめちゃくちゃ気にしいなのに、と笑いを誘った。また、最後には、作品が面白かったら SNS などで広めてもらっても、ポケモン GO で見たら、作品を上映している新宿バルト Q の周りにレアなポケモンもいるかもしれない。そういうところから皆の力で映画業界を変えていきましょう。とアピールし、時事ネタを交えて会場を盛り上げていた。